死者は、日地点での観測地点の位置の違いにより、対象点が見える方向が異なること、または、その角度差。パララックスとも言う。もっぱらという二つの観点から扱われる。視差を使えば、三角測量の原理で、対象点との距離を測定できる。視差で距離を測定すると、三角測量で距離を測定するは、原理は同じだが、二点間の基線距離が、 対象までの距離より非常に小さく、両点から対象点までの距離の差が問題にならないときに、視差という言葉を使うことが多い。対象点までの距離は、基線距離を視差で割れば得られる。人間は無意識のうちに、両目視差や運動視差で距離を測定し、立体視を得ている。即距技は、両目視差の仕組みを応用した、機械装置である。運動しさ運動しさとは、 視点と対象の相対的運動により発生する視差である。運動視差は一視点での複数時間における像から発生するため、人の目の場合は単眼視差にあたる。運動視差の大きさは、視点と対象の距離に反比例する。地震視差は、視点が地震から離れていることによる視差である。地球上の異なる2点から、あるいは、 一点でも異なる時刻に2回観測すれば、距離が得られる。後者は、スケールの大きい運動視差とも言える。地球上の一点からの地震視差は1日周期で変動し、これを日周視差という。日周視差は、天体が地平線に見える時に最大となり、これを地平視差という。地震視差では、太陽系内の天体の距離を測定できる。青い点を地球。 黄色い点を観察対象物とした場合の年収視差を表現した概要図。年収視差は地球が1年の間に光転運動することによる視差である。異なる季節に2回観測することで視差を得られる。ただし実際には年収視差は極めて微小で測定が難しいため1年から数年にわたって観測を続けその視差運動が描く楕円の軌跡の長半径を 求めるこれは一天文単位を気線距離とする示唆になる。年収示唆では太陽系外の天体の距離を測定する。基線距離について合意があれば、距離は示唆だけで決まるので、あえて距離に換算せずとも示唆を表せば距離を表したことになる。太陽系内の天体には地球の赤道半径。太陽系外の天体には地球の軌道長半径を気線距離とする。 距離を示唆で表すメリットとして、誤差が分かりやすいということがある。例えば、1000ミリ秒、100ミリ秒という年収示唆が、誤差10ミリ秒で求まった場合、示唆で表せば1000プラスマイナス10ミリ秒、100プラスマイナス10ミリ秒だが、距離で表せば1プラスマイナス0.01パーセク、10プラスマイナス1パーセクとなり、同じ精度で観測したはずなのに誤差が大きく異なる。さらに、 相対誤差が大きく、10プラスマイナス10ミリ秒や5プラスマイナス10ミリ秒などとなった場合には、距離の誤差は AB の形ではうまく表せない。視差を距離に換算しないにとどまらず、視差以外の方法で得られた距離も視差に換算することがある。例えば、スペクトル型と HR 図から絶対等級を求め、それと、 実施等級から距離を求める分光示唆法での結果は、しばしば示唆で表されるが、示唆を測定しているわけではない。太陽系の天体を探す場合は、地震示唆を補正した座標を探す必要がある。ただし、年収示唆は、極めて微小なので、太陽系外の天体について、年収示唆を考慮する必要は、ほとんどない。プラネタリウムでは、投影機と客席との示唆により、 投影機から遠い席では映像が歪む。二眼カメラやコンパクトカメラではファインダーと対物レンズとの示唆により見えた像と映る像が異なる。一眼レフカメラではこの問題は生じない。示唆をわかりやすく図解した図を書きにて記す。参照されたし、ありがとうございます。